9876543321。はい、これはどうやって答えますか？日本語を勉強しましょう。はい、エファンです。今回日本語を数字3回目やっていたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん元気ですか？いいですね。はい、久しぶりですね、日本語は。じゃあ早速ですが、今から説明したいと思います。皆さん最初から最後までどうぞご覧ください。じゃあ行きましょう。スタート。はい、前回の動画でたくさん勉強しましたね、数字は。1番目は1から約、2番目は約以上、例えば300とか600、800、1000、3000、1万、10万を勉強しましたね。今回はこれだけです。じゃあいきます。100万、1000万、1億、10億、はい、少ないですけれど問題があります。じゃあ問題を答えましょう。1番目はこれ5973、でも答えはそのことじゃなくて、これは5000、そしてこれは900、5970、はい、読みましょう。5973、これは答えになります。はい、2番は36521、これは3万、36000、そして520、最後は1。はい、読みましょう。36521、はい、これは答えになります。3番はたくさんありますね。9876543321。はい、これはどうやって答えますか？方法があります。はい、じゃあまずは4点を数えます。1234、そして小さい丸に入れます。はい、そしてもしまだたくさんあるならもう一度4点を数えます。1234、はい、これは万、これは億、じゃあ これは9億になります。9億。次は8000、700、65、これは
丸がありますから、マンと読みます。はい、残りは4321。はい、で、下に行きます。4320、はい、じゃあ読みましょう。9億8765万4321、答えになります。はい、じゃあ最後です。はい、これはたくさんありますね。たくさんありますから、さっきの方法を使ってください。はい、4点を重ねましょう。1234、はい、これは万ですよね。丸を入れます。1234、これも丸に入れます。奥になりました。じゃあこれは123億を書きます。123、これ奥です。はい、次は4567、これは丸がありますから、万を入れます。はい、残りは8910。じゃあ読みましょう。123億4567万8910です。これは答えになります。はい、どうですか。じゃあ授業はここまでです。はい、今回は日本語5習字3回目終わりです。数字はここまでです。次回は新しい授業を勉強したいと思います。次の訪問もどうぞご覧ください。皆さん、最初から最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画をどうぞご覧ください。じゃあバイバーイ。